彫刻室座銀河群は南の銀河局付近にある緩い銀河群である。この銀河群は銀河系からの距離が約390万パーセクであり、局所銀河群に最も近いものの一つである。NGC253 とその他のいくつかの銀河がこの銀河群の中心で重力的に結びついた小さな核を形成している。NGC253 が彫刻室座と クジラ座との境にあることから、一部の銀河はクジラ座に存在する。その近縁にあるいくつかの銀河は、この銀河群と関連しているが、重力的に結びついていないと考えられている。この銀河群の多くの銀河は、実際は弱い重力的な結合しかしていないため、この銀河群は銀河フィラメントであるとも言われる。以下の表は、ID ガーチェンゼブラによる、 彫刻室座銀河群に含まれる銀河である。不規則銀河 NGC55 や渦巻銀河 NGC300、またこれらの共銀河は多くの研究者によってこの銀河群の一部であると考えられている。しかし近年の距離測定によって NGC55 と NGC300 及びこれらの共銀河は単にこの銀河群の前面にある銀河で、 重力的な関係はないことが示された。ありがとうございます。